この動画を見ると沖縄旅行の持ち物に関して知っておいて損はない情報と忘れ物を減らす方法がわかります。持ち物はいろんな場面で便利に快適に過ごすアイテムですが、知らないと無駄に荷物が増えたり効果的に使えなかったり損をすることもあります。今から沖縄旅行の持ち物13アイテムについて知っておいて損はない情報を説明していきたいと思います。 Here we go. ビーチに行く場合の履物として定番のビーチサンダル、脱着しやすくビーチでは確かに便利です。ただ沖縄のビーチはサラサラの砂だけでないことが多いんです。沖縄の青い海、白い砂浜にテンション上がって海へ走り出すシーンをよく見かけますが、裸足で走ると怪我をする場合があります。理由は波で打ち上げられた死んだサンゴの破片などが流れ着いているため、これを勢いよく素足で踏んでしまうと踏みどころが悪ければ怪我をします。特に子供は走りがちなので、履物は脱げにくいかかとが固定されたサンダル、もしくはマリンシューズを履いていくのがおすすめです。水中カメラを持っていく場合、カメラは沈みますのでフロートをカメラにつけた方が良いです。初めての場合、あまり気づかない点ですが、誤って手から外れて沈んでしまうと取りに行くのがとても困難な場合があります。スマホに水中ケースをつけて撮影する場合についても同様です。フロートがない場合はストラップ的なもので手首とつないでおくと落ちる確率が減ります。シュノーケルに関して注意したいのが、ライフジャケットを着用しないと使用が禁止されているビーチが結構あります。ビーチにより異なるので、用意する前に確認をした方が良いです。浮き輪に関しては一度の旅行でビーチに行く回数にもよりますが、1日500円から1000円ぐらいで借りられるようなビーチであれば持っていかずに借りた方が良いと思います。借りれば空気を出し入れする必要がなく、持ち物を減らすことができます。子供用のアームリングなら小さくあまりかさばらず、空気の出し入れもさほど手間がかからないので持っていった方が良いです。日焼け止めですが、日頃日焼け止めを使わない男性も沖縄では日焼け止めを使ってください。ビーチで3時間日焼け止めなしで過ごすと、鼻の上、肩、背中が真っ赤になり、やけど状態になります。あと日焼け止めに関して沖縄は特に制限はありませんが、サンゴに優しい日焼け止めを使っていただいている方も増えてきてます。今回詳しくは説明しませんが、知らない方も多いと思いますので、サンゴ、日焼け止めで検索するとたくさん情報が出てきます。海で濡れた体を拭く場合に使うタオルですが、基本ホテルの部屋で用意されているタオルは館内以外には持ち出しができないので、持っていくかビーチでレンタルすることになります。ビーチハウスがあるようなところなら貸し出しもあります。宿泊しているホテルのプライベートビーチでなければほとんどが有料なので、金額で判断して持っていくか借りるかを判断すると良いと思います。旅行の荷物としてタオルはかさばるので、できるだけ持ち物としては少なくした方が良いです。ドライブや観光で眩しさや紫外線から目を守ってくれるサングラス、沖縄に持ってくるなら UV カット機能のついたサングラスがいいです。長時間紫外線を目に浴びると目の病気を引き起こす可能性があるので、海や観光など外にいる時間が長い場合は特に使用することをお勧めします。外を移動している間、特に夏は日差しが強いので帽子は持っていった方が良いです。おすすめは麦わら帽子、頭、顔だけでなく後ろの首も影になり、紫外線の影響を受けにくくなります。また麦わら帽子は直射日光を避けられ、通気性も良く暑さ対策に適した帽子です。さらに夏は海と空が青く晴れた景色が見れる確率が高い沖縄、その夏の沖縄の景色に麦わら帽子はバッチリ合うのもおすすめのポイントです。旅行の際、ホテルのシャンプーやリンスを使わず用意して持っていく方は意外と多いです。またホテルのものを使うかもしれないが事前に用意して持っていく方も含め、シャンプー、リンスを持っていくなら試供品のような薄いかさばらないものを用意すると隙間に入れて持っていけるのでおすすめです。乗り物酔いしやすい方は特に手放せないアイテムの酔い止め、沖縄で船を利用する予定があるなら普段酔わない方でも酔い止めは準備しておいた方が良いです。海の上では
普段乗り物に強い方でも船酔いすることがあります。そんな時の酔い止めでおすすめなのが、船をよく利用するダイバー御用達のアネロン。ダイバーは朝から昼過ぎまでダイビング中以外、船の上で過ごしますが、酔い止めを使う場合、多くのダイバーからこのアネロンが評判です。薬局でも普通に売ってますし、カプセルタイプで飲みやすいです。モバイルバッテリーは旅行に持って行ってよかったと思う持ち物の上位で、スマホなどを出先で充電することができる便利なものですが、飛行機に乗る際少し気をつけたいことがあります。それは、機内持ち込みは可能ですが、手荷物預け入れはできないということです。また、容量によっては2個までといった制限や、機内に持ち込みできないものまであります。同じく予備電池についても同じ扱いで手荷物預け入れができません。予備電池とはカメラのバッテリーなどのことで本体に入れていない状態のものを指します。事前に確認は必要ですが、ほとんどのホテルの部屋にはバスタオル、タオルが備え付けられてます。バスタオル、タオルはかさばるので部屋用としては持っていかない方が良いです。パジャマも同様に多くのホテルでナイトウェアや浴衣などが付いている場合が多いです。ただし、服にこだわりがある方は持っていかれても良いと思います。皆さんは旅行の思い出残せるカメラ持って行ったけど結果的に不要だったと感じたことはありませんか？多くの場合、スマホで代用可能なのが理由だと思います。わざわざ一眼レフや高性能コンデジを購入して旅行に行く方を見かけますが、何か制作で使う場合やスマホカメラが弱い望遠や背景ボケの写真、夜の撮影などが多い場合を除くと、スマホで十分な場合が多いです。最近では背景ボケや夜も綺麗に写るスマホも出てますので、本当にスマホ一つで綺麗な写真が撮れるようになってきました。写真にこだわりたい方や、そもそもカメラ好きの方はもちろん除いての話ですが、いい写真を残したい、SNS で旅の思い出を綺麗にシェアしたいだけなら、スマホで十分な場合が圧倒的に多いです。持っていかないことにより、持ち物の量が減りますし、紛失、盗難、破損のリスクや、新しく購入する費用がかからないなどのメリットも多いです。最後に忘れ物を減らす方法として以下2パターンに分けて説明していきます。家に忘れ物をしない方法として、まず1つ目は簡単でいいので持っていくものリストを作成すると良いです。特に旅行日数が増えれば持ち物は多くなりがちなので、無駄な持ち物がないかもチェックできます。意外と当日になっても準備ができていない方いらっしゃるのではないでしょうか。当日の持ち物準備は極力避けた方が良いです。当日は出発までのタイムリミットが迫る中での準備となる場合が多いので、忘れ物が増えてしまうリスクが増します。せっかくの旅行で大切なものを忘れたとなれば、楽しさが半減しますので、必ず前日までに準備をしておくことをお勧めします。次に、旅行先で忘れ物をしないようにする方法として、ホテルで働くスタッフさんに聞いてみたのですが、忘れ物が多い場所はどうやら似てるようです。それは、冷蔵庫、コンセント、洗面台、ベッドの上。冷蔵庫は飲み物、コンセントは充電器、洗面台はコンタクトケースや化粧品などの忘れ物が多いようですが、ベッドの上に忘れるって何を？と思いますが、布団と紛れて夜寝ながら見たタブレットなどが忘れ物として上がるようです。チェックアウト前に最終チェックで、この4箇所は忘れ物がないかを確認しましょう。以上、今回は沖縄旅行の持ち物に関する内容をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。